皆様こんにちは、こんばんは、ごきげんよう。トムズサイクリング妻担当のヨピでございます。ああまたこのスタイルか、飽きたぞ、旦那を出せ。おっしゃることはわかります。それでも懲りずに見てくださる皆様、大好きです、ありがとう。皆様のおかげで今日もこうして人間が一番ブサイクに映る角度で動画を撮らせていただいています。もし映える角度で撮れる自撮り棒的なやつを知っている方がいらっしゃいましたら、至急コメントの方をいただいてもよろしいでしょうか。お願いします。さあ、ヨピのぶらり一人旅始まります。トムズサイクリング。ということで、ようやくちょっと喋れそうな雰囲気になってきましたけれども、はい、今ね、究極のモンモンパフェを食べにある場所に向かっているわけでございます。まあ、にしても暑いね。今多分日本で一番暑い時間に出てきてしまった。最悪だわ、最悪だけどね、風が超気持ちいいですね。走ってる間は最高。はい、まあ、今ね信号待ちをしてるわけですけれども、こうやってね一人で、カメラに向かって喋ってて、だいぶ変な目で見られてます。でも気にしないの、いいのいいの、大丈夫。もうだね、きっとね、出会うこともない人たちに見られてるわけだから、私は全然気にしないわけ。うん、大丈夫大丈夫、車からも相当変な目で見られている。うん、気にしない気にしない。はい、というわけで今日もねぶらり一人旅やっていきたいと思います。今日ちょっとね、このぶらり一人旅のために買ったものがあるのでご紹介したいと思います。まず今私が着てるこの T シャツ、ラッパの T シャツ、生地が超しっかりしてて、でもすっごいこう速乾性がいい。かつ今回これ着てみて超びっくりしたんですけど、バリ軽い、もう着てないのと同じ、もう今私はこう裸でいるのと同じっていうぐらいめちゃめちゃ軽い。これね結構お値段したんですけど、マジで買ってよかった。それからちょっと見えるでしょうか、こちら、はい、足ガンダムみたいになってますけれども、こちらのラッパのカーゴ付きショーツですね。ポケットが付いたビブショーツになっております。こちらもですね買いました。なんて言ったって、まずポケットが付いてるところが神ポイントで、これショーツなんですよ。だからビブの紐が付いてないやつで、女性はねやっぱねこっちの方が便利なことがほぼですね。まあ、ビブはねやっぱいいこともいっぱいあるんですけど、ショーツ最強だわ。トイレがしやすいし脱ぎ履きしやすいし最高でございます。でこのビブショーツなんですけど、さすがラファ、パッドが神、やばいです、めっちゃいい。はい、そんな感じで今日はラフスタイルでパフェを食べに行きたいと思います。あ、登りきつい、あ、暑い。あ、トムズサイクリング。さあそれでは皆さん、お待たせいたしました、こちらが桃のパフェでございます。どどーん、桃丸ごとパフェ。はい、完熟の桃が1個どどーんと乗った非常にインパクトのある見た目をしております。美味しそうですね、こんなパフェ食べるの久しぶりです。いやー、これね来た時びっくりして笑ってしまいました。人を笑顔にするパフェでございます。
早速いただきたいと思います。って一口でいくんかい、可愛く小さく食えや。はい、というわけでお味の方ですが、めちゃくちゃ甘くてみずみずしい。もうね、桃がね、今食べて今食べてって言ってる瞬間をちょうどパフェにしたような、本当に甘さと柔らかさとみずみずしさと完熟具合が完璧な状態でした。甘くて美味しい、最高でございます。周りの桃食べると中からも桃、そして下にも桃、もう桃の助、桃好きにはたまらない、これぞまさに究極の桃パフェでございました。さあ、というわけでどんどこどんどこと食べていきたいと思います。食べるの早いですねってあのコメントで言われたんですけど、美味しいものってもうね、止まらずに食べちゃいたいんですよね。もう一心不乱に無我夢中に食べたいっていうものがあると思うんですけど、まさにそんな感じでした。というわけでごちそうさまでした。完食でございます。本当にこれは究極の桃パフェだったと思います。久しぶりに甘いものが食べれて幸せでした。ごちそうさま。トムズサイクリング。汗がやばい。暑かった。はい、というわけで戻ってまいりました。今回究極のパフェということでね、桃のパフェいただきましたが、めちゃくちゃ美味しかったです。なんか久しぶりに甘いものを食べに行ったんですけど、いいですね。ああいうなんかものを食べるっていうのを目的にサイクリングを頑張るっていうのもね、頑張るっておかしいか、サイクリングをするっていうのもね、すごくいいなと思いました。今日はね、まあ、すごい暑かったのと、何故か行きも帰りも暴風向かい風でちょっとやられましたが、まあ、一生懸命踏んだので、パフェ分のカロリーは消費できたんじゃないかなと思います。まあ、これも自転車ならではというかね、いいところだと思います。はい。というわけで、今回もね、ヨピのぶらり一人旅最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またね、皆様からのここ美味しいよっていう情報をお待ちしておりますので、コメントの方どうぞよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。トムズサイクリングヨピでした。バイバーイ。マジで汗がやばい。もう見てこれ、うわ、シャワー入ります。イエイ。